J リーグが最短で2026年から目指す秋春制に向け、スプリングカップと称する新大会を用いて新シーズンに移行する案が浮上していることが7日、分かった。J1 から J3 までを地域ごとに8グループに分け、総当たりのリーグ戦、順位を決定するトーナメントの新大会で、秋春制以降へのスケジュール調整が狙いとなる。現在の春秋制、2月開幕。 カラーキ春生、8月開幕に切り替えるためには、1、5年、2月、翌年5月、シーズン、または1年、2月から12月、プラス05年、2月から5月、シーズンを行う案があった。しかし1、5年ではモチベーション維持の難しさや、0、5年では昇降格がないことで盛り上がりを欠く可能性などの課題が浮上。 移行が最短の26年になった場合のスプリングカップ案では25年2から4月と26年の4から6月に新大会を実施し、通常シーズンは25年春、26年春に。地域王者を決める新大会で、ファンに新たな魅力を発信するメリットなどがある。秋春制には J リーグと欧州のシーズンのズレから生じる選手の移籍問題を解消するメリットなどがあるが、 一方で公設地域クラブの練習場整備や費用、スタジアム確保などの課題が残り、反対を表明しているクラブもある。12月19日の理事会での最終決定に向け、議論は最終局面を迎えつつある。